こんにちは。かじ塾のこぶです、えー。気になる男シリーズの135話がやってまいりました。前回ですね、まあ、沼落ちという言葉ですか。まあ、沼にはまって抜け出せないぐらい何かに没頭するという、まあ、人生にはね、そういう瞬間があるのかもしれません。人によっては宗教にはまったりとか、人によっては恋愛にはまったりとか、人によってはね、お酒にはまったり、まあ、それから生体験にはまったりとか、プラモデルにはまったりとか、様々あるものなんですけども、 まあねその人生をどういう風に解釈していくかってところにもよるんですけどもあタカさんもね言われてましたけどもこんなことやって意味があるのかなと肌と気が付く瞬間があると思いますまあ、私は20代の頃よくね麻雀をしていたんですけども今思えばもったいない時間の過ごし方をしたなと思うんですよそれは当時はこれが一番と思っていたんですが今はその優先順位が変わったからこそあの時の時間をもし今 自分が一生懸命やってるこれに当てられるんだったらどんなにかいいだろうと思うところなんですよね。まあでもあの時に何かにどハマりした経験があるからこそそこから抜け出した時にもう二度と帰らないっていうねあんな無駄な時間はなかったと思える瞬間があるというふうにこじつけることもできるわけですよね。まあ、つまりは自分の過去をどういうふうに解釈するかっていうことだと思うんですよ。過去はもう変えられませんから あれがあったからいいんだ。もしくは、ああいう風になっちゃダメなんだ。もう二度と繰り返さないぞって。どういう風なね、後付け解釈をするかが大事になってくると思います。まあ、それに加えて、将来ですよね。将来はまだ始まってませんから、解釈ではなくて、どのようにスケジューリングするかってことだと思うんですよ。どうなりたいかを決めて、そこに向かって歩みを進めていく。そうなると、少なくとも到達しなくても近づくことはできると思うんですよ。金持ちになりたいと思って何か行動する。そしたら貧乏になることはないと思うんですよね。 なぜなら金持ちになる選択を続けるからなんですよ。だから、億万長者になれなくとも、年収500万ぐらいになれるかもしれないし、もしかしたら400万ぐらいかもしれません。そういう感じで、近づくことは近づくんじゃないかなと思いますんで、未来の設定っていうのは、そして欲望っていうのはね、できれば具体的により多く持つことが大事だと思います。最近その90秒で100万稼ぐみたいなコーナーをねあの、タカさんがされてますけども、90秒で100万稼ぐ。 というふうな意識を持った瞬間にそっちに近づいていくんですよね。だから90秒で1円しか稼げないかもしれないけどもでも90秒で100万稼ぐっていう概念に触れなければその1円すらなかったのかもしれません。まあ、ということで自分がどっちに向いて何に向かって歩み出すかって非常に大事なんですよね。まあ、これが過去の使い方と未来の,かあの解釈だいぶ違ってくるのかなと思います。過去はどのように後付けしていくのかということに、まあ、ものすごくね 喪失感を得たりとかいやあれでよかったんだという肯定感が出たりとか様々あるんじゃないかと思います。まあ今日はねちょっとまたね趣味趣向を変えまして一つのお話を紹介したいと思うんですよ。お話というよりもこれはね多くの方が聞いたことがあるんじゃないかなこの「年々コロリオオコロリオ」というこの子守歌唄は日本全国に行き渡ってるわけなんですけども。 その土地その土地地方によって歌詞が若干違うんですよ。ですんでそちらもちょっと加味しながらねお話を聞いていただきたいと思います。今回は年々リるコロリオ,コロリオというこの歌の解釈を私がどのようにしていたのかそしてこの解釈には様々な証拠もあるよってことなんですけども今回は証拠を割愛してどのように解釈できたのかってことだけをお伝えしたいと思います。おそらくこの年々リるコロリよまあもり歌なんですけども 非常にね優しいお母さんとそれをあやして静かに安らかな眠りについてね、えー、とってもいい子育てをしているお母さんと子供さんもしかしたら男の子を想像しているのかもしれません男の子の胸を叩きながらもしくは背中でこうやって揺さぶりながらね、うん、年々来られるよと大きくなれよと寝る子は育つんだよっていう風に夢や希望を込めながら歌っている姿を思い浮かべるんではなかろうかと思います人によっては自分が幼い頃に背中で聞いていた その歌詞をねおぼろげながらに思い出しながら今を過ごしてるのかもしれませんし人によってはあーそうです、ね、今まさに自分が歌ってる、まあ、そんな時期なのかもしれませんさあどうでしょうか年々コロリオコロリオ非常に穏やかなメロディーと歌詞の中にちょっとだけ違和感がないですかそうなんか悲しい曲調なんですよね「坊やの重りはどこへ行った?」 ねえ。歌詞をちょっと一通り読んでみましょう。そんなに長くありませんから、多分一分もかからずにお伝えすることができると思います。こういうふうになってます。年々ころりを怒るよ。坊やは良い子だ。年、ね、々しな。年、ね、々ころりを怒るよ。坊やのおもりはどこへ行った。あの山越えて里越えて坊やの土産を買いに行った。里の土産は何もろった。でんでんだいに小の笛。 なるかならぬか吹いてみよう年々ころりをおころりという歌詞でございますよくよく髪を砕いてみると不可解なところが多いんですよね、登場人物は3人です1人は眠りにつこうとしている幼子これ乳児でしょうね年の頃でいうと1歳か2歳ぐらいなのかもしれませんもしかしたら3歳ぐらいかなと思いますけどねまだ背中でなければ落ち着いて寝ることができない 自分でねタタタと走ったりなんだりはしないような年代なのかなと思いますでもここにはねちょっとね注意点がありますんでちょっとそれは後ほどお伝えしましょうもしかしたら4歳5歳あたりかもしれないってことなんですよ、はい、次ですね登場人物の2人目それはですね里に行ってしまったおそらくおもりこれお母さんのことなんですよ本来子どものおもりはお母さんがするべきなんですけどもそのお母さん今ねいないんですよ里に行ってしまったんですよ何かの用事なんですよ たただだお土産けけを買いいに行ったわけじゃないですよ。大事な用事があってそのついでにお土産を買ってくるからねっていうふうにその幼子に約束してった言葉を今背負ってる人物がね歌にしてるんですよねだからお母さんが2人目の登場人物ですあれじゃあ3人目の登場人物って誰なのってことになりますそれは今まさに幼子を背中に抱きながら 背負いながら歌を歌ってくれてる、実はこれね、おばあちゃんなんですよね。このおばあちゃんはおそらく直接のおばあちゃんだと思います。幼子がいて、里に行ったお母さんがいて、そのお母さんのまたお母さんが一時的に孫を預かってね、背中であやしてる姿なんじゃないかなと思うんですよ。登場人物はこの3人です。じゃあ時代背景はということでございますね。時代背景は そんんなに昔ではありませんこれはですね実は「天保の飢饉」もしくは「天命の飢饉」っていう日本全国が飢饉に見舞われて食べ物なんてほとんどなくなっちゃった時代があるんですよね。うんこれねとてつもなく多くの人が亡くなった時期だというふうに聞いていますこの辺は「天保の飢饉」もしくは「天命の飢饉」で検索してあげればどのぐらい悲惨な時期だったのかってことが分かります。特に東北ではではすね もう本当に今日食べるものものなくって当然来年の種もみもなくってもうここで人は死に絶えてしまう実際に餓死で亡くなってしまったそういった村廃村にもつながってるんですよいや本当にひどい時期だったんですよそれこそね人間のその亡きを食べながらでなければ生き残れないみたいなところがあってちょっと生々しい逸話がね結構あるんですけどね、まあ、そういった時代背景です じゃあちょっと歌詞の方に戻ってみますよ歌詞は語行ですんで解釈はすぐ終わります年、ね、んねんころりよおころりよ坊やは良い子だ年、ね、んねしなこれは紛れもなくおばあちゃんが孫をですね背中に背負いながら穏やかな口調で坊やは良い,い子だねってね年ねしなっておやすみおやすみと語りかけているところなんですよねで、次 年々ねえ、ころりょ、ころやのおもりはどこ行ったんだと。ねお母さんはどこ行っちゃったんだろうね。なかなか帰ってこないね。どこ行ったんだろうね。っていうふうに語りかけてるんですよね。これは声に出して語りかけてるのか、心の中でただそう言ってるのかわかりませんが、おそらく聞こえるか聞こえないかの小さな声で背中の子供に語りかけてるんでしょうね。でだんだん物語は色濃くなってきます。この次あたりですね。 そう、お母さんはあの山を越えて里の方に行ったんだと。帰りには坊やのお土産も買ってくるからねと。約束したよね。だから楽しみになっていいよねってことなんですよね。さあ、この辺でどんな物語が見えてくるでしょうか。まだ穏やかな孫をあやすおばあちゃんの背が見えてくるとしたら、ちょっと解釈を書いてもらいたいと思います。背景は飢饉で 今日も明日も食べ物がない時代のことなんですよ。背中に背負った男の子は終始声を上げてません。でもかつては何かを語りかけながら、もしくは時にはね、大泣きしながら、おばあちゃんをとても困らせたのかもしれないですよね。で、ここでいろんな裏付けから一つの事実を申し上げますと、実はですね、この幼子と、 里に出ていたお母さん、そしておばあちゃん。この三人のいる村ってのは、他の人がみんな餓死で死にたいってしまったんですよね。そして最後の生き残りが、このおばあちゃんと、小さなお子さんと、里に行ったお母さん、この三人なんですよ。で、お母さんはですね、日々食べ物を探しながら、子供に何かを食べさせてあげたい。子供はお腹が空いて、毎日のように泣いている。ね、お腹が空いたと。 お腹いいたと泣いてるんですよで、おばあちゃんもねなんとかしようと思うんだけどももう村ではバタバタと餓死者が出ていって人に頼ることもできないし当然ですけどもこの家のお父さんはとっくの昔にいなくなっちゃったんですよね一番最初に無茶な仕事をしてなんとかお金を持ってこようとなんとか食べ物を持ってこようと一番真っ先に死んでしまったんですよですんでもうこの村に頼るものもなくお母さんは仕方がなく 里の方へ出かけていくことにしたんですよその間、この子のことを頼むねと、おばあちゃんの方にお願いしていくんですよね。まあ子供は泣きますよね。お母さん行かないでと。お腹が空いた。お母さんがいてくれなければどうすればいいんだと。泣きながら大きな声で泣きながらお母さんを見送るわけです。お母さんはもしかしたら自分の体を打ってでも、里に行って何か稼げる仕事を見つけて、そしてね、帰りは、 お土産を持ってくるぐらい余裕がある姿で行こうとしたのかもしれません。そのお母さんももう出かけて行って3ヶ月、6ヶ月、音沙汰もなく帰ってくることもなく当然お土産なんて帰ってきません。その間に村人はどんどん餓死で死んで病気が蔓延して絶望的な状況になります。栄養の十分取れなかった背中の子も日々衰弱していって何かの病気にかかり もう今日か明日のから命もう泣くこともなくなってきたんですよそういう状況でおばあちゃんの背中に揺られながら歌詞の一行目二行目を思い出してください一行目年々コロリオコロリオ坊やは良い子だ年々しなと坊やは良い子だねと泣いておばあちゃんを困らせることもないしお母さんを困らせることもないといい子だねともう泣かないよね大丈夫だよねと このお子さんっていうのは実は5歳ぐらいになったんですけども栄養失調の末見た目には2歳か3歳ぐらいしか見えないようなすごく小さな体になってしまっておばあちゃんが楽に背負えるぐらい体がスカスカになっちゃったんですよねで水すら飲んでないんでもう体がカサカサでもう生きてるのか死んでるのか分かんない状態ですそこで半分もうねおかしくなっちゃったんですよおばあちゃんもこんな状況でもうバタバタとみんな死んでしまったと自分の娘も この子の孫のお母さんも里へ行ってもうおそらく生き,生きちゃいないだろうと絶望ですああ自分一人とこの生きてるか死んでないか分かんないような孫を抱えて自分はどうすればいいんだろうかと途方に暮れながら子供に語りかけるんですよ半分もうね分かんなくなってる自分も自我も失いながら、はあお母さんどこ行ったんだろうねあんたの森はどこ行ったんだろうね あーでもね今に帰ってくるよとたくさんお土産持って帰ってくるよとあんたが欲しがってたでんでん太鼓そしてショーの笛ショーの笛っていうのは将来結婚した時に伊勢神宮にお参りしてねそこで雅楽のショー笛なんですけどもその素敵な音が聞こえるとっても高級品なんですよだからショーの笛を持って帰れるわけないんですよでもおそらくお母さんはどっかで仕事をしてねそしてもしかしたら 新ししいいお父さん一緒に帰ってくるかもしれないそんな夢のような暮らしを思い描きながらだから待っていいよね我がも孫よって感じで毎日毎日力なく河原を歩いているそしてお母さんが出かけていた山の方を見ていたのかもしれないですよねさあ4行目の歌詞です里の土産は何もろったでんでん太鼓に性の笛ここに繋がってくるわけなんですよどうですかお母さんが働きに行ってねお土産を持ってくるっていうのは すすべてこれね、妄想なんですよ。もしかしたら幻覚として死の間際に見えたのかもしれないです。あお母さん帰ってきたよ。わあいっぱい荷物持って,きて帰ってきてるよと。あの横にいる人は旦那さんなのかなとほら新しいお父さんだよと。よかったね。またみんなで楽しく豊かに暮らそうね。お腹いっぱいものを食べようね。そして幻の中で自分の背中にいる孫は生きたえていくわけなんですよ。 それを指して、おばあちゃんは語りかけるんですよ。さあ、お母さんの持って帰ってきくれた、章の笛、ね、でんでんだいこ。これちょっと音鳴らしてみようよ、と。でんでんだいこはおばあちゃんがやるからね、と。章の笛、鳴るか、鳴らないか、ちょっと吹いてみなよ、と。ほら、吹いてみなよ、っていうふうに、背中の冷たくなった孫に語りかけていくんですよね。ねんねんコよ、ねんコロそう、まさに、ねんねんコよ。 コロリと、ね、死んでいくっていうことなんですよねこれがこの村の最後の一人もしくは二人の悲しいストーリーだったということなんですよね。はい「年々ころりをころりをこんな悲しい解釈が成り立ってしまうんですけどもじゃあ村が全滅したのになんでこの話がね言い伝えられてるのかってことなんですけどもそのぐらい苦しい時代があったから今この「子守唄」を歌う時にはね そういうふうな悲しい家族、一家、村があったことを思い出しながら、子供を育てられることの喜びとか、そして、ちゃんとご飯が食べられたりとか、仕事があることの喜びを感じながら、弔いの意味を込めてね、この歌を歌い継いでいきましょうという思いが込められて、現代にまで伝わってるんじゃないかなと思います。そして、私がお話したのは、いつは、もうほとんど知る人はいりませんし、こういうことを伝えるものでもありませんけども、でもね、このちょっと不気味なメロディーと歌詞、でも、 一見穏やかで眠りにつきそうな、このね、まるであの世のいざないのような曲ね。この狭間で私たちは、もしかしたら様々な思いを込めて生きて育っていくのかもしれないですね。はい。ということでね、一つの歌を取り上げても、これだけ世界が広がっていくということなんですよ。うん、そして、一つのキーワード、言葉には様々な解釈が成り立つ。そこには、 もしかしたら悲しい歴史があったのかもしれませんし未来へのの希望があるのかもしれませんまあけど私たちはね情報発信の中であの受け取る人が何を解釈するかってことが全くわからない状態で情報発信するわけなんですよ。だからせめて100回200回300回500回1,000回とつなげる中であこの人が情報発信する時はこんな意味を込めてるに違いないなっていうふうにそのね 意思を受け取ってくれるようになるところまで、まあやっていかなければまさに意味がないのかなってところなんですよあの。いろんなシリーズ、いろんなコーナーを YouTube でもやりますけども、やっても意味がなかったなっていうのは多分意味が出るところまでやらなかったからなんですよ。だからせいぜいね、100回、200回、1000回もいかずにやめてしまえば、そこにはやったんだけども意味につながるところまでは、うん、残るものがなかったってことなんですよね。で、逆にですね、 強い意意志を持っってて味が受け取ってもらえるまでそこに意味が生まれるまでやり続ければ必ず意味は残るんじゃないかなと思います、うん、まあつまり意味すらも残らない段階でやめちゃうから何も残らないわけであってもうダメだと思うわけなんですよね、うん、そういうことにもうなってくるんでやっぱりね意味が残せるところまで継続していくってことはまあ必須条件なのかなと思いますよねはい今回は一つの歌詞 年々来るコ怒るよというものをね、えー、題材にしてちょっと取り上げてみましたタカさんのお宅でもこういう歌って聞いたことありませんかそしてその歌をただ聞くだけではなくて一体どういう物語がここには隠されていたのかなそしてルーツはどこにあるのかなというふうに考えてみるととっても面白いんじゃないかなと思いますちなみにこの年々来るコ怒るよ日本の歌ではありませんずいぶん昔の話です聞いてもアメリカからね入ってきた曲なんですよ アメリカから入ってきた曲っていうことはアメリカの歴史もたった500年ですからもしかしたら結構ね最近の歌かもしれないですよね江戸時代の歌を私はね想像したんですけどももしかしたら近代かもしれませんせいぜい明治時代に入ってきた歌そのぐらいなのかなと思っちゃいますよねまあただこの歌の背景にある歌詞っていうのは日本独自のものですからこういった歌詞に出てくる物語っていうのはずっと 何百年ももしかしたら千年以上前から日本の各地にあったのかもしれませんそこにアメリカの「子守唄っていう歌が入った時にこの歌詞をどんどんね埋め込んでいったというそういった経緯なのかなと思いますけどね、えー、この皆さんはどのような感じになったでしょうか今回はちょっと不気味なテーマでお届けしましたけども物語や歌詞に対してどのように解釈を加えるかってこれが付加価値ですから年々来るよ怒るよというね多くの方が知っているだろうけどもそこに大きな意味を 感じれなかった、そこに大きな意味を汲み取れなかった方に対してね私がね独自のリサーチとともに一つの解釈をつけてみましたこれが私なりの付加価値なんですけどもどのようにお感じになったでしょうか次回もですねもしかしたらいろんな曲歌詞をテーマにお話をするかもしれません皆さんもいろんな解釈をつけてみてくださいそこにはあなたなりの意思が込められていてそれが意味になっていくと思いますそれでは次回よろしくお願いします